はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、鎌首と申しまーす。いやー、だいぶ久々にですね、ほんと、毎回この、だいぶ久々にですねっていう風に言うのは、なんかもう、決まり文句みたいな感じになってるんですけども。今回もやっていきます。ポケットミラー、よろしくお願いしまーす。ということで、あら、ちょっと待ってください。今私、どこにいるかわかりませんよね。どこにいるかお探しましょう。ここです。うわー、ここにいたー。ね、見事なこの、暗いところに隠れてるね。隅っこ暮らしやね。ということで、前回のおさらいをすると、ハーパイと、ハーパイに残っといてくれって言われたけども、私、ハーパイを、こう、ハーパイのためにちょっとどっか行ってくるわ、お使い行ってくるみたいな感じに行ったんですよね。なので、ちょっと行ってきますと。さあ、このエレベーターに乗りました。ちょっと、味のある。エレベーター。とりあえず、前回の時はね、いきなりこう、エレベーターがヒューン、ガーンって落ちてしまったんでね。しまったわけなんですけども、こう、順調に今上がってるようですね。とあるゲームだとね、エレベーターというとボタンを押すとね、カチッとしたね、あーって感じに人が落ちていくっていうね、ギミックがあったのをこう思い出すんですけども、今のところ、大丈夫そうね。しかし、どこに向かうんだろうな、これ、流れ的に。お、着いた着いた。じゃ、お邪魔しまーす。暗。あ、前もこういう暗い、なんか、お、月明かりが照らす夜は、めっちゃ満月やん。びっくりするほど満月やん。さあ、何もなかったけども、この後なんかいろいろ待ってんのかな？お、ここはどこなの？さあ、ここはどこなんでしょうか。ちょっとこの、食台のろうそくに、の光を、ん？この食台のろうそくをもう頼りに、これ進むしかないよね。うん。で、お？どっかに着いたな。ん？これはまさか。ハーパイ？近寄らないで。これ以上近寄らないで。ハーパイ、あなた。私は、哀れでしょう。ん？あなたは、私から何をしてもらいたいんですか？どういう意味なの？私ができるすべてをあなたに与えました。私が持っているすべてを。私のすべてはあなたのために。どんだけ至れり尽くせりしますよ、言うてんの。どうか近づかないでください。これはあなたが見て良いものではありません。ん？いや、ハーパイ。何？ハーパイどうした？あれ？ハーパイ、そこにある目、なんか、巨峰のような感じの、なんか、ものが見えるけども。あれ？ハーパイ？え、まさか？大丈夫ですよ。私はあなたに必要とされなかった存在です。いいえ。ん？私は単に勘違いをしていました。何？あなたに信頼されなかった。そしてあなたを守ることもできなかった。ハーパイ、そんなことない！私のやったことは全部無駄でした。私はあなたを導くことができなかった。そんなことない！結局、何もできなかった。あなたを守れなかった。違う！私からも、彼女、リゼッテって何いたっけ？あれ？出てきたっけ？リゼットっていう子。私は一体何をしてきたのでしょう？私はもうあなたをリゼットから守れない。何のことを言ってるの？もう俺も何のこと言ってるんやって思ってるけど。リゼットは私からあなたを取ろうとしている。ハーパイ？お願い。私は一体何をしてきたのでしょう？
え、だからといって目を玉を、え、目玉じゃない。あれは目玉じゃない。絶対あれは巨峰だよ。もしくはピオーネだよ。リセットには、リセットじゃない。リゼッティにはあってはいけない。リゼッティには、決して。なんか、リゼッティ、リゼットかリゼッティかわからないけども。だんだん言っていくとどうしてもなんかもう、あれだよね、ゴルゴンゾーラのチーズリゾットみたいな感じに言ってしまいそうな気がする。お願いだから、彼女の近くには行かないで。待って、ハーパイ！私に何かできないの？リゼッテ、リゼッテは、あなたは、ハーパイ！私のやったことは、ハーパイ、全部、あなたのために。ハーパイ、ハーパイ、ちょっと、おおああ、また仮面ライダーアマゾンの大雪山が。これで二人目か。あーぱい。いや、あなたもなんてそんな。そう、前回のね、あの、わがまま娘の子も、やられちゃったからな。悲しみよね。でも、泣いてばかりはいられない。進まなきゃ言うたのに、なぜか戻っていった。ごめんなさい、ハーパイ。お？何置いていったの？何置いていったのこれ。何置いていったのよ！もう、いや。とりあえず、あの運命の日から私は後悔の念に駆られ、あれからずっと私の心が安らぐことはありませんでした。欲望に身を任せ、私はやってしまった。何も知らない子供だった自分の愚かさを悔やみます。私はあるものと引き換えに自分自身の家族と幸せを手に入れました。愛する娘のあなたがいなかったなら、私は何も手に入れなかったでしょう。ほう。着いたね。お、セーブポイント。ちょっとセーブしまして。セーブをしました。ってメロディーでね。ん？お、船が。ね、来ましたね、船さんが。さて、来週のさ、ね、来週のポケットミラーは船です。似てね。すごく寒い。いや、最近ちょっと東京も寒かったよね。10度ぐらいまであったからね。もう一人でいたくない。誰？あ！エンジェルか？もう一人になるのは嫌。私は自分が誰だかわからない。自分の名前さえ知らない。多分彼女はその答えを知っている。多分あなたもその答えを知っている。怖い。もう先に進みたくない。答えを知るのが怖い。真実は近くにある。きっとあなたが思っているよりもずっと近くに。東大元暮らし。なんで私なの？私たちはみんな。何も私に関係ないじゃない。何も私たちは悪くないじゃない。でもあなたはここにいる。うん。もう戻れない。だから選ばないといけない。ほう。私は何をすればいいの？私に何をしてほしいの？何を言ってるの？あなたはこれまで私、彼女たちに何を望んできたの？うん。どういうことや？どういうことやって言ったら、あの、飼ってるモルモットがくしゃみをしましたね。起動しちゃった。ここはどこ？ここはどこ？Where is? 暗いなぁ。暗いなぁ、もう。こんな暗い中、女の子一人で歩いてたらあかんねえ、ほんとにもう。足場の悪そうやしさぁ。せめて全員、あ、くしゃくしゃになった古いポスターが濁った水溜りの上に捨てられている。うん。何のポスターやろ。ん？
これは何？ミッドナイト。これサーカスって書いてるのかな？ CIRCUS って書いたらサーカスですね。サーカスって言ったらね、布袋寅泰の名曲ですけどね。ライハーイで星空に届き、知ってる人どんだけおんねん。サーカス？昔シングル持ってましたよ、8センチのシングル。また同じこと言ってる。サーカス。もしくはサーカスって言ったらね、4人グループのね、テレッタッタッタレルって。ふる。昔夜も引っ張れて番組よく出てたグループですね。サーカスって。そして今、よく語り、ちゃわ、オープニングパート1で出てきた人形やん。またあの人形？そして何このロープが。ロープは伸びてきてる。ロープを引いてみる。いや、ちょっと待って、ロープは引かないでおこう。そこにだってセーブがあるのだから。セーブをしたからでも遅くはないじゃないか。よし、引いてみよう。そしたらね、パッパカパーンみたいな感じね。川首さん、実況、7周年おめでとうございますみたいな感じ。ありがとうございますもう3ヶ月過ぎてるけどみたいな。1年と3ヶ月になりましたみたいな。なるかもしれない。あ、この実況撮ってる時だね。おおおおおえなんというお祝いだ。待てよ。ここに、ちょっと待って、待てよ。これ今、ハサミがピョン、こう、ぐさ、ぐさ、そして、私の頭にぐさって感じで来たから、これをちょっと一回引いてみて、もしかして、やっぱり、やっぱり、そういうことですか。一体何が起こったの？ぼーっと立っとったら、頭にない、ハサミがぐさって刺さって死ぬってことね。壊れたタイルの足場に、穏やかに波が打ち寄せている。本当にここはどこなの？ということはやっぱこれ引かなきゃいけなかったのね。だからこう、グイッて引っ張ったらこう、たらいが落ちてくるからよね。一番愛される人になるってどんな気持ち？第一夫人ってやつだね。ん？どういうこと？え？道ができてる。あら、レッドカーペット。やった。私も今日からハリウッドスター。リゼットに会わなきゃ。もう早速リゼットのこと覚えたんだ。勇気を出さなきゃ。勇気リンリン。勇気の鈴がリンリンリン。不思議な冒険、ルン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 でね。ああえ？何が起きた？不思議な冒険ルルンルンって言って言おうと思ったらもう。こっから早く出たいわ。何が起きた？これって？かぼちゃさん？クリームで顔を作ってあげればいいのか。あ、そういうこと？なんかあったっけ？アイテムで。そういう作れそうなやつ。キャンディーケイン。これでは作れないか。っていうかさっきのこれか。これがこう、ふんって落ちてきたのか。このどでかい、ナタのようなやつが。しまってる。ということはやっぱカボチャに顔作ってあげないといけないのか。これとか。言うてるから。ナイフとかでいいんじゃない？ダメ？やっぱここは定番のタイトルの画面やからポケットミラー？なっち！お？で、こっちは？同じだな。え？同じか？
なんか、茨の冠をしていたような気がする。あ、じゃあ一緒や。同じやったな。結果的に同じやったな。顔を作ってあげなきゃ、いけなきゃいけないっていうことだから。何かあるかな？あ！これを使えばいいんじゃん。な、は、錆びたハサ、ちょっと待って、錆びたハサミって大丈夫か？本当に。でも、反応しないから、錆びたハサミを使えばいいのかな。錆びたハサミを使って、目と口を作ってあげて、うわぁ、やっと喋れたよ、ありがとうみたいな。なるのかな？なるのかな？うん。あれ？って言ってるから。で、これで錆びたハサミ。ああ、よかった。こうして、どう？お、前より100倍いい感じだよ！カボチャさん、こんなところ何してるの？僕はショーが始まるのを待ってただけだよ。君は長い時間をかけて、ここまでたどり着いたんだよね。そうですね。やり始めたのが去年の秋ぐらいですかね。で、今、今年、今2018年の春ですからね。まあ、随分の時間かかりましてます。どういう意味なの？知らないよ。何か意味が欲しいの？とにかく、お願いだからやってくれない？何をやるの？君に見せたいものがあるんだ。僕ら二人をそこまで連れて行ってくれないかい？見ての通り、僕は歩けないからね。二人って言ってたよな。じゃあ、カボチャ持っていく？持っていこうか。おおお彼女、本当に君に会いたがってるよ。こんなに有名になるってどんな気持ちだい？はぁ、君は面白みがないね。ん？何が言いたいの、こいつ。そして、カボチャ持ってるね。あ、ここが開いたのか、ガターンっていうのは。びっくりした。またなんか新たなトラップがこう来たのかなと思ったよな。お？ん？あ、そういうこと？とても暗いわ。僕に任せてよ。お、明かりがついた。自家発電できるな、この子。すごいでしょ？ありがとう、カボチャさん。どうってことないさ。後で僕に感謝する気にはならないだろうからね、きっと。それはどういう意味なの？さあね、知ったかぶりはやめていいんだよ。何やこの、なんかめちゃイケであった横山ゆいはんとスタッフの、名前言い合ってこの、って言い合いみたいな感じに、なんやこの、あれな。怖いなら彼女に会うまでずっと待っ、そこで待ってればいいよ。それはどういう意味なの？僕は僕が意味したことを意味してるし、僕が意味する以外の意味には他にもないよ。おー、来たね。ちょっと、びっくりしたよ。本当に。どう来る？来る？一言言わせてもらうとね。みんながみんなに君に一番興味を持っているわけじゃないんだよ。何を言ってるの？わかったかい？本当に君はダメだね。君が何を言ってるのかわかってるのかい？私は迷子で一人ぼっちなの。もう私をいじめないでよ。何を？あんだって？どうやらあなたは少しの間お茶を飲んで休憩した方が良さそうですね。それともかくれんぼでもしますか？めっちゃ死に滅裂なことを言ってるような気がするけどな。これだから君はつまらないんだよね。とにかく、もうすぐ着くから、最高！僕が君を運んでいきたいぐらいのだけれど、君が知ってるように、僕には手も足もないんだよ。おうだよ。お、カチャカチャ。カチャカチャ音鳴ってる。これ大丈夫？カチャカチャ音鳴っても大丈夫？もうカチャカチャ音鳴っても大丈夫？何か来る、来ない？あぁ！ふいうちで来なかった！こう、来る。来る、来る。来る？きっと来る。あなたによ来る。
わー、すっげえカビ臭そう。とてもかな楽しかったね。そう思わない？ここはどこ？言っても君にはわからないよ。君は何も知ろうとしないんだ。そうだろ？そろそろ思い出してもいいんじゃない？何を思い出すの？ここはもう君のものじゃないんだよ。君だけが答えを探してるわけじゃないんだ。あれ？かぼちゃ？あなたは誰なの？さあ、君の出番だよ、おばっかさん。僕の代わりに彼女を迎えておくれよ。あ？え？お、なんか動きが、すごい、動きがなんかカックン。なんか、あっち向いて、こっち向いて、あっち向いて、こっち向いてって感じになんか動きになってる。じゃあちょっとセーブをしてと。え？また新しい展開かこれ。鍵閉まってる、こっちは？いけない。ん？なんか絵が入ってる。なんこれ？これあれかな？うわあ、私の誕生日のケーキに、私の誕生日にこの弟がケーキ落としたよーみたいな感じに泣いてんのかな？あ、やっぱり、その通りだ。弟の子供っぽい言動に、見苦しい感触を起こした私の娘。え？そしてな、